戸田先生も言われてたんですよ。戸田先生が、なんていうか勝手に本尊を作ったらいけないと、そういうことして間違った本尊に乗るととんでもないことになると、そして頭の病気、それから精神の病になると、偽南無法蓮華経というか偽日蓮系は頭に来るんだそうですね、頭と精神に。それを豊田さんから教えていただいて、まさしく私の人生は全部豊田さんが言ってることに適合したんですよ。精神面、経済面、人間関係、それから、そういう、借金とか、で自分の自殺も全部つじつまがってきたんですよ。学会はいろいろ言ってきたけども、結構嘘も言ってきたというのも分かったんですよ。それでですね、もう自分はもう自殺寸前で豊田さんに救っていただいて、もう本当ですね、君の後を追って、今年のまあ本当6月ぐらいにもう死のかと思ってたんですよ。何も変わらないし、まあ学会員さんもいっぱい自殺してる人もいるんですよ、実際。で自分も別に世間の縮図だって学会員さんに言ってるから、自分一人ぐらい死んじゃって、まあそれはもう普通じゃないかっていうことだったんだけど、死ぬ直前にっていうかもうギリギリのところで豊田さんに演員していただきまして、それで35年間ですね、ものすごく勉強されて実践されて、その大革新がですね、自分はもうその大革新に触れてですね、おかしいぞと、ということで、特に本尊です。それでそこをですね、今日ちょっと特に精神的な、それも間違いなく宗教というのは関係してますから、自分の全生命ですから、宗教の自分の生命はやっぱ宗教と関係してますから、自分も対人恐怖症、うつ病、それから、自律神経失調症、それと、社交不安障害、これ対人恐怖症ですね、それと強迫性障害、ご存知ですかね、ドアなんかもですよ、何回も開け閉めするうちなったんですよ。30分ぐらいですね、ガスを閉めたり開けたりとか、その気になるわけですよ。で家を出てまた気になって帰ってきたりとかしてですね、一時期は宮崎市長の時に1時間かけて確認したんだけど、20キロぐらい走って気になったって思ったこともあるんですよ。それは電気を消す忘れてないか、コンセント、ガス、いろんなのが気になっちゃって、もうまさしくそれ医学的には強迫性障害症だそうです。そこもなっちゃったんですよ。で、あんまこの明けの果てで15年一生懸命やった君が題目を2時間半、2週間あげて、そして釈服、学会でいう釈服新聞ゲームを25分して、あげくの果て頭おかしくて死んだんですよ。普通は幸せになるじゃないですか、六根症状なのに、まあ、死んじゃったと。お子さんも自殺だというふうに言われてるんですね、総研長も。自殺、これはもう身内だけしか知りませんけど、私は身内のある関係者から聞いたんですよ。1億5000万投入して、リストラ20人して、それでその本人が言うには、もうこれでダメならもうお手上げだなって言ったそうですよ。それも、政教新聞に全国版に載った直後なんですね。政教新聞の全国版に載った人というのは、すごくいろんな不幸な現象が統計的に起きてるんだそうです。で、そのまさしく適合したんですよ。創価中、創価高校、創価大学、学会の男子部長、青年部長までされて、亡くなる直前1ヶ月前に私に、家庭訪問するからね、どうねって言ったら、学会わからないです、自分幸せになれませんって言ったんですよ。そしたら、伊藤さんが、家庭訪問するから待っとってねって言って、その1ヶ月後に死んじゃったんですよ。だけど、ある伊藤さんの身内、ちょっと親戚関係の数字から、ちょっとつい先聞いた話じゃ、自殺の可能性が高いって言ってました。1億5000万投入して20人でリストラして、挙句の果てはその、もうこれで おしまいだなと、もしうまくいかなければ、私銀行でも会ってましたから、資金繰りが困ってるって言って、だからもういろんな部分で池田先生が素晴らしいって言ったけど、池田先生のいろんなこの裏の部分も見てきました、ちょっと教えてもらってきまして、この全て豊田さんの、まあ、おかげなんですよ。それで今日私は、まあ、今日さんもほら精神的な、だから、もう二世ですよ、二世さんです。で、お題目も上げて、創刊もされて、それで一生懸命やってこられたじゃないですか。だけども、
どうですか、まあ、なかなか難しいじゃないですか。ですよね。それが自分はこの豊田さんにこの縁して全部解けてきたんですよ。自分が変わらない原因、学会員さんに頭の病気、精神の病がたくさんいること、それが解けてきてですね、このここに書いてあるやっぱ学会の本尊っていうのは、祈るとですね、やる気が出ないとか、引きこもりとか、うつ病、自殺、がんの多発、大事故の多発、突然死、火事もいるんですよ、私の知り合いにも。犯罪者が、学会さん犯罪者がものすごい多いみたいですよ。これ、なんかもう調べてみたら分かるんですけども、隠してますけど、ものすごいいっぱいいるそうです。自分も、この人もなったのかって、これ精神障害、私です、まさしく。僕もなりました。たくさんいます。それから、最愛の人をなくすとか、まあこれも、私はペット飼ってませんから、あれなんですけど、でもペット飼ってる人なんかからすると、もうこういうのがいっぱい出てるそうです。で、犯罪に巻き込まれる。犯罪者が結構いるんだそうですね。あと、経済区。まあそうですよ、私も。もうそうでした。で、破産倒産。もうこれたくさんいますよ。破産倒産で自殺した方。一家不和とか離婚とか、もう喧嘩とか、人格破綻。もう私も人格破綻でした。もうまさしく人格破綻です。脳機能障害。まあ、こういうのが、ああ、間違った本尊に祈ると、こういうのが出ますよっていうふうに、もう大確信を持って言われたもんだから、自分もこれ6ヶ月勉強しましてですね、これ間違いないと。今まで信じてた信仰の努力は足りなかったんじゃないかとか、自分が足りなかったんじゃないかと思ったけど、そうではなくて、宗教の根本の本尊が間違ってるんですよと、もう大学習もって言われたもんですから、それを6ヶ月検証しまして、これは間違いないと、いうことで、やっぱ同じ、ほら、まあもう、ね、学会抜きにしてですよ、男の友達として、やっぱ、さんも精神的に悩まれたじゃないですか。もうそうだから、まあこれを、このことを教えたくて、今日は、ちょっと、ものすごく詳しい方の、詳しい方で、私はもう、本当6月で死んでたかもしれません。もう全てに、もう全てがもうダメになっちゃってます。全部。精神面、経済面、人間関係、それから健康面。もう全部ダメになって。周りはみんな結婚して子供がいて、孫までいる人もいます。自分の年齢で。なのに自分は、もうこんなに幸せじゃないと。学会はすごいすごいちっちゃきながら、何も変わってないじゃないかと。親戚からしゅう。だけれども、ここで初めて謎が解けたんですよ。ということで、この、戸田先生が言われた40年前、50年前に戸田先生がですね、本尊だけは絶対ダメなんだと、勝手に作っては。それをしてしまうと、その本尊に悪鬼魔人が入って、それを祈ると、頭の病気、精神の病気、大変なことになりますよっていうのを戸田先生が昭和33年に亡くなったんですけど、昭和20年に出獄されて、その14年間の間にずっと言ってきたことなんですよ。それを全部池田大作さんにちょっとあれされて、自分たち分からなくなってきたんですけど、ここを今日は私は言いたくて、ここの内容をこれ全部当てはまってるんですよ、全て。だからここをね、さんにちょっとね、考えていただきたいというか、ちょっと立ち止まってですね、まあやっぱり周りを見てもらえば知らないと、学会員さんっていうのは、この現象がいっぱい出てるんですよ。もういっぱい出てます。で、知らないだけであって、もう自殺者もいっぱいいます。だからもう選挙だと言ってるけど、陰でもういろいろあるもんですから、まあ、そこでですね、もうちょっと今日ここを伝えたくて、なかんずくこの脳機能障害、精神、ここが日蓮系、間違った日蓮系っていうふうに祈ると、戸田先生がもうずっと言ってたことなんですよ。そこをみんな、我々もう戸田先生は亡くなって教えてもらってないもんですから、もう一回この豊田さんが私に教えていただきまして、それで私目が覚めたんですよ。これはね、私も28年やってまさかと思ってたんですよ。創価大学もあって、公明党っていう政権まで加わる団体で、総会幼稚園から大学まで持って、それがまさか嘘はついてないだろうと思ってたんですけど、よくよく調べると、結構な部分で嘘があったんですよ。それはまた、もし調べていただければわかると思うんですけども、そういった部分で、2世さんで生まれて、
もう45歳、43年間やって、やっぱ症状が、普通本物だったら治る、なんとかないといけないわけじゃないですか。力ある、正しい信仰で力があるんであれば、そんなに世界でナンバーワンの素晴らしい信仰であれば、二世さんで生まれて43年間もやっとけば、間違いなく治って、周りの信じしてない人より幸せになるのが当然じゃないですか。それが、さもなかなか、脱出できない、私も脱出できなかった、いや脱出できないよりもっともっと悪くなったと、そこで目が覚めたんですよ。学会は間違ってるぞと、この中津子本尊ですね、そこをちょっと戸田さんにちょっとお話ししていただきたいということで、ちょっと今日は、まあ、自分の28年の体験をもう人間として戸田さんにも伝えただけの話です。これはもう学会がどうのこうじゃないです。とにかく戸田さん一人でまずこのチラシも読んでですね、ちょっと戸田さんにちょっと今日話をしていただいて、ちょっと立ち止まって創価学会というものをもう一回ですね見つめ直してほしいというかですね、そこで今日はちょっと同じ、やっぱり私ももう本当精神病院にも行きました、だけど原因がわからないと言われましたけどね、ところが症状が出てるわけですよ、そういう症状は、症状が出てるのに原因がわからないとやれば何なのかということでですね、そこでちょっともう今日はもう本気で、本気というか、その伝えたくてですね、ちょっと東京もうですね、ものすごいちょっと肩なんですよ、もう本当御所もですね、もう学会の学会の幹部なんか全く御所勉強しませんけど、もう御所も35年間、昭和55年に入信されて35年間もの一生懸命勉強してきまして、もう学会の師範とかっていうレベルじゃないです、もうはっきり言いまして、私はもう見てきてますから、学会の教授師範、名誉師範とか見てきてます、もうそんなレベルじゃないです、はっきり言いまして、そこでちょっとね、さんにちょっと聞いていただきたいということで今日は、私とかさんのもう人間として、人間と同じその精神的な病を、まあ、患ったということで、はい、でこれもちょっと今日持って帰って、また家でじっくり読んでいただきたいんですけども、はい。